前でしたもうちょっとこの感じがすごいこっぱずかしくて今どうしようって思ってます。緊張してますけども。どうだった？楽しかった？楽しかった。大変だったけどね、うん、一緒に乗り込んで。そうねやっぱなんかね、ちょっと頭はおかしくなりました。なんかその仕事仕事だと思ったらなんか友達いるみたいなことになっちゃってて、そういう意味ではなんかね、こう人としてあるべき、なんていうんですか、その対人関係においてあるべき心遣いみたいなものをもう長い時間かけてもう取っ払っちゃってたので、だからね、やりやすい部分もあったねそうですよね。そうです。なんかやっぱ友人として過ごしてきた時間が本当に長かったので、うん、カメラの前に立った時にちゃんとこう役として交われるだろうかっていう、今まで感じたことのない妙な緊張感があったんですけど、でも実際現場で対面した時になんか自分の目の前にいたのはミハルでカリンじゃないくて、いいこと言うじゃんすごい褒めてくれんじゃんそうだから本当に心強かったですね、うん、そうですね、なんか楽しかったです、うん、本当に楽しかった。なかなか普段読書しないんですけど、本を読みたいと思ったタイミングで、カリンはすごく本を読む人なので、なんかおすすめあるって聞いたら、うん、クジラ教えてくれて、うんうん、で一緒にいたんですよ。でおすすめの本を紹介したら、その場でポチってくれたんですよね、ネットで注文してくれて、うん、そうだったよねそれも嬉しくって、なんか結構聞かれるんですよ、おすすめの本って、うん、でそういう人って聞いたままにするんですよね、へーってで終わるんですけど、まあ、その場で注文してくれたのがすごい嬉しくって、それを覚えてる、うん、嬉しかったんだよ、そこだけ覚えてた、うんうんうん、いや自分からしてみると、おすすめしてもらって、しかもなんか聞こうっていう役を演じてほしいみたいなことを言ってくれていて、そんなに言ってくれるなら読みたいと思って本を購入していたタイミングでオファーをいただいて、もうその時点で、カリン、すごい巡り合わせをいただいてって思っていた時に、ね、まさか美晴役がカリンのオファーが行くとは思ってもいなかったんで、すごいなと思って、うん、本当そうです。言葉を交わさなくても、どうして美晴がそこに来てくれて、どんな思いを抱えているのかっていうことがもう手に取るように伝わってきて、まあ大分でね、やっぱ再会できたことも嬉しかったですし、なんかここに美晴が来てくれたんだっていうことに胸がいっぱいになるような時間でしたね、うん、その実際美晴と紀子が共にしていた時間以上に、私と杉崎アナが時間を共有しているから、本当正直ラッキーだったなって思いました。やっぱりその想像力を駆使するだとか、そういうことじゃないところでお芝居をさせていただけたっていう、そういう恵まれた状況だったので、本当にラッキーだなと思いながら演じさせていただきました、彼らの思いは誰にも届かない。それはまるで 52Hz でなくクジラの声のように。三島さん、新しい人生を生きてみようよ。生きたい。人はきっと生まれ変われる。僕はきなこの幸せを祈ってる。切ない痛みの先でその声はきっと届く。聞かせてよあんたの声を、私が守るから。 52Hz のクジラたち。